リー、どうした？大輝、ユンが。ユンは、カオリ、ユンはどうしたんだ？ユン、帰るって。ユン、遅いぞ。まあまあ、売れっ子なんだから少しは多めに見てよ。あ、今鼻で笑ったでしょ。くー、悔しい。今に見てなさいよ、超
超売れっ子になったら大気なんか鼻で使っちゃうんだから。ああ、期待してる。バカ、そんなことするわけないでしょ。本当に仕事が忙しくなりそうなの。まあ相変わらずの路上イベントとか規模だって小さなものなんだけどね。でも今回は違うわ。大輝に言われた通り、自分の仕事に自信と誇りを持っていくの。私の歌を聴いてくれる人がいる限り、この仕事を続けていくってそう決めたんだから。俺たちはいつでも香織のことを応援してる。俺たち？俺はだな。うん。それじゃ、今日も補習の監督、よろしくお願いします。今日は居眠りするなよ。ん、失礼ね。そんなに寝てませんよーだ。昨日までで7日連続の居眠り記録だぞ。ごめんなさい。
補習はどうした？卒業できなくなるぞ。大丈夫にゃ。やれやれ。私、寝ちゃってた？少しな。まあ、分かってるなら起こしてくれてもいいじゃない。これで卒業できなかったら大輝のせいよ。自業自得だろ。こういう時に注意するために付き合ってもらってるんだから、起こしてくれなきゃ困るの。やれやれ。それじゃあ、気をつけて帰れよ。どうした？またここまで？ああ、そういうことか。だって、いつもここでバイバイしてばっかりじゃない。家までなんて贅沢は言わないけど、もう少し先まで送ってくれてもいいと思わない？まあ、聖夜祭の準備などあって時間が惜しかったからな。
も今はもう何もないでしょ。だったらもう少しくらい一緒してよ。こっちは話したいこととかあるし。仕方ないな。え？本当？少しだけだぞ。うん。あの、松沢。話の途中で、その、すみません。先輩に、花壇の方で手伝ってもらいたいことが。ちょっと大輝は私を家まで送ってくれるって言ったのよ。急に出てきて横から連れて行こうとしないでよね。家までとは言ってないぞ。あれ？私、今そう言ってた？ですが、先生からのお願いだと。姉さんの？はい。なので、できればお願いできたら、その。何よ、ちぃ先生からの頼みだからって、先に送ってもらう約束をしたのはこっちなんだからね。先輩。大輝。悪いが、香りを送ってからでもいいか。え？先に途中まで送る約束したわけだし、俺としてもそれを保護にしたくはない。だからといって姉さんの頼みを断るつもりはない。それでいいか。これでいいだろう。うん。松沢は先に花壇へ行っていてくれ。そこまで送ったらすぐに向かう。わかりました。それじゃ大輝、行こう。でいいよ。いいのか？うん。だってこれ以上遅らせるとちぃ先生の頼み聞けなくなっちゃうでしょ。それにさっきの子、大輝に言われて結構へこんでたしね。そうだな。Thank you.
本当はもっと一緒にいたかったけど。大輝、私だけのものってわけじゃないしね。少しは我慢しなきゃ。変なところで遠慮するな。今は美月木の葉じゃない深見香織だろ。じゃあこのまま家まで送ってくれる？調子に乗るんじゃない。今ね、すっごく楽しいんだよね。仕事も勉強も。言いたいことを全部大輝にぶつけてユンと話して、私の中で何か変わったのかもしれない。そうか、気づくまでが大変だったが、今はその変化に合わせればいい。要はそれが香りの越えなければいけない壁だったということだ。うん。そういえば、ユンが帰ったあの日、何を話していたんだ？ああ、あの時か。知りたい？ああ。秘密。女と女の約束だからね。そう簡単に言うわけないでしょ。私、頑張るから。ああ。
ー。